ねじき縛り転職クエスト編。前回はですね、魔物使い決定戦を無事クリアしまして、その時使ったのがこちらのメンバーということで、まあ、相性としてあくまで行動力アップと呪文系で賢さと行動力アップということで、かなり強い編成になっているんですが、まあ、このチームせっかく作れたんで、今回はね、まずはモンスターマスターになるための転職クエストをこのチームで戦っていきたいと思います。まあ、一個だけデメリットがあるとすれば、大目玉、彼がね、まあ、だいぶ惰性で入れて、ちょっと一回大目玉で試してみるかって思ったら、なんか運よくうまいこと言っちゃったせいで大目玉になっちゃったんで、あんまり大目玉強くないっていうところはあるんだけど、まあいけるでしょう。さあ行くぞ、伝説の魔物使い、お前を倒してモンスターマスターに俺はなる。ちょっと大目玉は本当にいらないけど、まあでもね、伝説の魔物使いを何度か使った僕にはわかります。彼はあんまり強くない。だってお前あれ使うよな、あの魔物ならしとかいうクソ技、あれ使ってくれるんだったら最悪何とでもなるから、もうそれ使ってもらって、でもう一人分の行動なくなるわけだから、まあ相手にね、魔物ならしで状態中にされたとしても、されたとてそれでも11交換なんで、別にこっちからしたらそんなにデメリットもないから全然いいわけよ。さあ行ってこいよら。まずはこれでとてつもないダメージを与えてやれ。悪くない、ダメージは全然悪くない。そして疾風の牙、ちょっとね、大目玉は本当にね弱点になってる。目玉を攻撃しないでください。わかるでしょあなたたち、目を攻撃されたらどれだけ痛いか。ミスもするけど、まあね、アストロになることが大事だから。そして行ってこいメラ、これも多分ね結構効くはず。とりあえず呪文はね効くようになってるから、オッケーオッケー、悪くない。ゴーストと祈祷師は本当に強い。で本当はねガーゴイル入れたかったんよ。ガーゴイルは強いよ。でもね、前回の決勝戦ガーゴイル入れても勝てなかったから、じゃあ大目玉一旦入れてみるくらいの気持ちでね。そんな僕の弱さが生んだ悲劇ですこれは。あの時強い気持ちを持ってガーゴイルを使っていればこんなことにはならなかったのに、なんか運よくめっちゃ回避しまくった結果、なんか大目玉別にいようがいまいがどっちでも勝てた試合なのに勝てちゃったっていう。おかげさまで僕は大目玉を使わなければならない状況だから、今めっちゃダメージ食らってる。まあ、もちろんガーゴイルだとしても多少ダメージは食らっていたよ。でも攻撃が祈祷師に吸われることで回避できた可能性もあるから、ちょっとね大目玉本当に邪魔。頼むよアストロン。いやもうそれやられたらね、うちの大目玉のメリットが何もないんです。ただただダメージを食らいやすい一般人、やばいってアストロン。いやここでスピーマー使ったところでだもんな。一旦ここはもう一回これでいこう。でアストロン先手、マジでお願い。アストロン先手できたら相当強い。マジでお願いだからさ、お願いだからそういうことするのやめてよ。よし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 、いったな。可能性はある、全然可能性はある。あと相手の勇気がちょっと怖いけど、まあ大丈夫だよなこれは。さすがに真空波、よしこれ耐えたんじゃない。ドラゴンの息でも耐えられるし、魔物の足だ絶対耐え。オッケーオッケー、ドラゴンの息、これは耐えたでしょう。耐えたよな、100いかないもんな。よし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 、危ねえ。で問題はこっからよ、まだ倒しきれないから、ここで600ダメージで、ま、ギガスラ次使っても倒しきれないから、あとはどっちが先手取るかだよな。このターンはだって大目玉以外誰も先手取れてないから、これが続くとまずい。頼むぞ、一人先に行動した方が勝ち、マジでそれ頼む。相手好き使わないんだというか、あれ使ってないよね。まあ、いっか、ギガスラ中頼むぞ、頼む。バイバイ。やばい、勝てる気がしないって。どうしようこれ。おい大目玉、お前がとりあえずめっちゃ先手取りまくってくれないとかなりまずい。あと
あれだな、魔物ならしを全然使ってくれないとかもあったけど、でも、結局だ、どの道倒せてないから、どちらか、ナイス、どちらかというと、一手目にアストロンミスしたのがでかかったな。あれミスしてなかったらギガスラッチでワンシャン勝てたよね。だから、って考えるとワンチャンあるの。今アストロン決まったから、さっきよりもダメージ少なくできる可能性が高い。となると、アストロン全命中が今後できれば、ギガスラッチで決められる可能性ありけり。その可能性、マジであるよね。だってさっきの、ありがとう。ただ、これだと逆にギガスラッシュ効かない可能性あるから、避けて。やだ！よし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 。お前の魔物ならしの時が我々に効くはずがなかろうが、バカ誰が。さあ、ここから一気にやっていこう。さあ、突撃されたところで一人は確実に無効化する。これ。これが見たかったんだよね。さっきの試合は何だった？そうなんだよ。うちのメンバーの強さと言ったら、まず両隣の、ま、シンプル回避率の高さ。これがまず強い。おー、なんだ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 ？何これ？なんだっけこれ？呪文を書き、あ、やば。やばい。あ、まずい。まずいか。あ、まずい。どうしてよみんな。まあ一旦か。痛みよ。痛みよや。いいよら。はいはい。まあね。そういうこともしますと。ただ、まずいね。予定が崩れたか。予定崩れたね、これは確実に。やばいねー。まずいね、結構。まずいか、これ。誰？誰？お目玉最悪いいよ。まあ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 、まあ、どう？オーケー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 。そうね。これどうみんな？これいけると思う？これいけると思う？ちょっと厳いかこれ。なんとも言えないよな。悪くはない。でも良くもない。絶対的に。で、相手の勇気ゲージも注目しなきゃいけなくて。これ時間稼ぎができるかといって必ずしもいいとは言えないから、次のターンには多分決着決めなきゃいけないんだよ。これ結構まずいね。あ、まずいまずいまずい。1500か。どうするこれ。ちょっと一旦考える時間が欲しいかもしれない。ちょっと一旦さ、待ってよ、ドラゴンの息とかさ、そういうことして僕らをいじめるのやめようよ。やばい。いや、でもどうすればいい。とりあえず当てろ。一旦もうここ当てること重要。もう無理だ。いやいや、でもよ、でもよ、いや諦めんのはまだ早い。それ早計です。これメラーでいくでしょ。1263だからギガスラッシュ込みで全員先手取れば圏内ではある。勝てない話じゃないな。これギガスラッシュで残り764でしょ。全員が最高火力を出すことができれば勝てなくはないけど、まずいまずいまずい。まだ新たな可能性見てみたくはないかい。まあ、これによってね、悪魔シナジーというものが一つなくなってしまったんだけど、正直ね、いらない気がするんだよね。ここ今呪文シナジーはちゃんとダンビラムーチョ持ってるから、呪文シナジーで賢さと行動力が一段階ずつアップしているんだけど、悪魔は行動力が上がるだけだから呪文がある時点であんまりいらないと。まあもちろん行動力が高ければ弱点つきやすかったりするんだけど、まあやっぱ大目玉があまりにも弱すぎるというのがあるんで、だったらダンビラをね、仲間に迎えることによって HP を補ったり、まあ、食らうダメージも大目玉よりはマシだから、まあ、アストロンの上振れがなくなってしまうというデメリットはあるけど、まあ、それ以上に安定感を今回は取ったという感じかな。さあ、これによってかなり戦いやすくなったはず。まあ、さっきのね、魔法切ってます。正直運が悪かっただけだから、本当に不運が重なってるんです。そして、こっちは幸運が重なる場合もある。
これが回避率の高さ。そう、大目玉がいなくなったことによって祈祷師とゴーストにダメージが当たりやすくなった。これによって回避しやすくなったとも言える。これがめちゃめちゃでかい。本当にね、大目玉回避率高くないくせにめっちゃ当たるから本当に困ってたんです、うちは。でも祈祷師はめっちゃ受けてくれる。ありがとう、すごい。さっきまでのが嘘のように HP が上回っている。やっぱダンビラさんなんだよな。いや、お目玉が良くなかったって話かな。さあ、ダメージは食らうが、ただしこっちだって俺同じくらいのダメージは与えられるし、奴の主人公は魔物ならしだから微妙ということを考えるとかなり強い。ただ、まあ、こっちもね、バイキルトという、また良くない技が生まれてしまってるんだけど、できることなら、SP で決めたいね。SP で決めるんだったら、その無駄打ちの技もなくなるから、今多分イヤイギーで1000くらいになるでしょ。次のターンで、まあ、500くらいまで削ることができれば、それで一気にギガスラで倒せるから、それを目標に頑張ろう。どれ？ドラゴンか。でも見てよ、この HP の差、この HP の差を見よ。ちょっとでもね、ギガデイン怖いんだよな。いやー、まあ、いっちゃうか。さっきさ、ギガスラが先に出てたじゃん。だから優先順位的にギガスラよりギガデインの方が、ギガデイン、おーおー、ちょっとまあいろいろ言いたいことあったんですけど、違いました。僕が言いたかったのは、まあ、結局ギガデイン使われる前に倒せるのかなみたいな話だったんだけど、太鼓叩いてました。ただただ。ただこれちょっとまずいか。ワンチャン怖いよな。鳴らして。鳴らしてくれてありがとう。やっぱ鳴らせなきゃな、一旦。一旦鳴らすということは大事なわけ。どっち？まあいいでしょう。ダンビラ。仲間になりさと、なりたそうにそちらを見ていてください。大丈夫。あなたは十分頑張ってくれた。もうあとは僕たちが300、300で600ダメージ与えて残り400にしてしまえばこっちの勝ち。行ってこい、イオラ。悪くないダメージ。そして、問題はゴーストの攻撃、疾風の牙。これもまあ800は食らうわけがないから大丈夫。さあ行ってこい、ゴーストメラ。行け。どれくらい行く？よし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 、これは圏内入った。さあ大丈夫だ。思いとどまってくれてありがとう。その気持ちだけで僕は十分だ。行くぞ、ギガスラッチュ。これで終わりだ。よし、大目玉みたいなことにはならねえんだよ。大目玉リストありがとう。いやだ、ダンビラムーチありがとう、本当に。で、次がバトマスと賢者なんだから、特にこのダンビラムーチを加えたおかげで、バトマスがやりやすくなったっていうのも、かなりありなんだけど、次誰で行こうかな。さあ、次は、大魔女バーバラとのバトルだ。よかった、もうここまで来れないかと思ってよ。で、ここの試合なんだけど、魔法使いか僧侶を選べるわけだよね。これどっちにするか悩みどころだな。バトマスは正直、ライアンだから簡単に倒せると見込んで適当でいいから、一旦バーバラに集中するべく、魔物使いは魔法使いで、うまいことをやっていこうかな。これで行ってみようかな。ピエールさんを仲間に加えたこの編成でやっていこうか。で、装備品に関しては、最後に魔法使い決定戦で使った装備品を、まあ、流用する形でやっていこうかなと思うんだけど、ちょっとね、バーバラに関しては、回避率爆上げの技があるから、ちょ、それ使われちゃうと、ピエールさんが良くなかったり、でもだからといって魔法で攻めたところで、まあ、バーバラは賢さが高いから、あんまり食らわないということを考えると、まあ逆にこれくらいがちょうどいいのかなという、物理と魔法のハイブリッド型だったら、まあダメージもそれなりに通ると思うから、一旦これでやりつつ、微妙だったらまあスライムナイトもね、あの魔法を使うことができるはずだから、それでもいいかなという感じで、一旦これでいこう。一旦な。バーバラは HP もそんなに高くないから大丈夫だと思いたい。あと多分つばぜりも使えるよね。ピエール？ピエール嘘だよな、な。お前、こんな、ババラ何もしてないのに、嘘だよな。ダメージは？まずい。これまずいな。これまずいな。あれ？やばいか。つばずり？勇気貯める方針の方がワンチャンありか。その可能性ある。結構、一旦見ようや。
いったな。しかも原稿もな、回避率上がっちゃったもんな。これはまずいね。スライムライト。嘘だろ。もうなんなんだお前は。なんなんだ。ちょっとこれはつばぜり。一旦もここつばぜりいっとくか。誰も動けねえし、どうせやるしかねえ。一旦こいつの動きを封じることを最優先で考えよう。まあ、勝てませんでしたけど、どうせ勇気で勝つつもりなかったからいいですけど。何ですか、スペシャルカード。何ですかそれは。何ですかな、何ですかなそれは。誰もぐちゃぐちゃだよ、もうぐっちゃぐちゃだ。フラフラが二人に、クマクマが一人、目がクマクマ、耳ゴーストで絶対当たんないよ。だっておい、おい当たるわけねえよな、月光からのマヌーサなんて。当たるわけがない。まあこれしかねえか。魔力解放したところでね、結局倒せないだろうし。いや今のターン何だったんじゃ。何も起きてないターンじゃ、お互いに。まあ一旦な、削ってジャンプ切りが入れば一応。うわー、どうなんだろうな、食らってくれるかな。月光来た、もうやめてくれよ本当に。ダメージにもよる。はい、まあ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 300。青は嘘だよな。てかやばい、勇気結構つばずり負けたの良くなかったんじゃないか。これやばいか。一旦ジャンプ切り、はい。いや、ジャンプ切りはやっぱりちゃんと当たれば入る。ミニゴースト言っとくのもありなのかな、どうなんだろうな。いや、一人動けないの結構でかいぞこれ。いやちょっとこれ逆に月光やめてほしいわ。プチマダンテの方が嬉しい。よし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 、偉い偉い。やっぱね、物理攻撃しか勝たんのよ結局。まあただメラとかもちゃんと確定で当たってくれるから、じわじわ削る分には強いんだけど。結構やめてよ、もうやめてほしいけど、勇気によるわ。まだたまんな。やばい、次でたまる。おお、青は何をやってるお前。青はいい加減にしてもらっていい。もうやだよこいつ。 SP 使うけどさ、このターンで終わらせる、それしかねえんだよ。行くぞギガソラッチュ。残り357、いける。ピエールさんいけ。よし、いけるぞ。待って、あれあんじゃないこれ。待って、絶対負けたと思ってたけど、これあんじゃないじゃん。やばい、ゴーストいけー。ありがとうゴースト。今拳を振り上げてます。みんなに見せたいこの拳の振り上げ方。まさか勝てるとは思ってませんでした。私月光しか使わなかったおかげで、プチマダンテ全然使わなかったから、なんかいけた。3回も動けなくなったのにいけた。あれ、もしかしてライアンも余裕か。調子乗っちゃうよこんなことなったら。おいおいおい、こりゃ試練に打ち勝った。余裕かもしれねえ。来たぜ、最弱レジェンドカード、ライアン。HP が低い上に、お供もあんまり強くないことでおなじみ。あ、でもライアンだったら、普通になんか物理で言ってもよかったかな。んかさ、魔法で言っても大丈夫かな的な感覚で、スライムナイトゴースト選んだから、そこもあるんだよね。まあ、あとバーバラとの相性とかもろもろ考えたら、まあ、戦士シナジーとか発動しないけど、まあこっちの方がいいかなって感じだったんだけど、ライアンだったら、まあ誰でも余裕か。まずい。今気づいたんだけど、まあ、さっきの流れで最強戦士決定戦で最後に使った編成使おうと思ったんだけど、まどろみの剣だった。まずい。まずいこれ。え、これもしかしてみんな、まずいかな。まあ、一応、まどろみ斬り使えば、攻撃しながら眠りっていうこともできるんだけど、眠らせられなかった場合、これ、まずいか。これ、もし戦士で勝てなかった場合は、武闘家に変えるかな。
あっちの方がなんか強かった気がするし、どうせシナジーも発動してねえんだしさ、とりあえずライアンボコボコにしようぜ。どうする？まあ、うわ、そうだ！ゴースト、ビンタマシンになっちゃったんだ、メラがないから。あ、ちょっとそれまずいな。あ、やばい！これ、やばいな。忘れてた。え？ゴースト、そっか。メラ忘れるのか。そっか。あ、違う、メラを忘れてんじゃない。メラがベロベロビンタになったんだ。やばい！想定外！でも強いんかい！あれ？なんかちょっと、なんかよくわかんないことだって言うけど、まあいいや。なんかうまいこと言ってるし。なんかうまいこと言ってるし。いいや。190ダメージ。眠りは？ならない。まあいいか。うん。ダメージもまあまあ出てるし。いいや。歴戦の技。どうだ？これまずいか？ホイミまずいね、これ。あれ、なんか、ライアン強くね？こんな強かったっけ、ライアンって。あれ？え、なんか。おい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 、お前たちありがとう。やっぱさ、こういう逆境にこそ強くなるってもんだよな、絆とパワーってさ。まあ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 、もうそういうことも込み込みで我々は強くなっていくんですよというところを見せてやろうぜ！ベロベロビンタでよ！まさか戦士になることで、メラがベロベロビンタ第3の技に変わるとは思ってもみなかった。こんなことになるなんて。でも逆に？それが強い！ 166 いよーわ。いげジャンプ切る！まあいいだろう。そうね。ギガスラ圏内にはまだ入っていないものの、次のターンギガスラ使えば、まあ割と悪くはない。はいはいはい。このターン耐えることができればいける。逆に、ホイミとか使われ、ホイミでお願い。ごめんごめん。ホイミとか使われるより爆裂剣の方がいいとか思っちゃったけど、違う違う違う。ごめんごめん。嘘嘘嘘。嘘嘘嘘。うおー、ガード危ねえ。危なすぎる。なんてギリギリの戦いなんだ。こういうギリギリにこそ、僕らはより輝くんだ。力をつけられる。いけ、まどろみ切り。191に眠れ。眠らないと。やるしかねえだろ。え？これってどうな？これちょっとまずくないか？勝てたけど、そうだな、まあ、ライアンに先手取られて負けるという負け筋はなくなった。で、まどろみ切りどうせ弱いから、まあいいか。ギガスラからの残り HP は300だから、2人が先手取ってくればいける。よし！待って、いけんじゃないこれ。ミニゴースト、まず全体攻撃ね。で、絶対ここじゃ倒せないから、頼む、先手取ってイーガードーだーだだだー武闘家に戻って、メラを思い出したぜ、ゴースト。ちょっとゴーストがな、ベロベロビンタ使い出した時は、どうなることかと思ったけど、まあ、やっぱ武闘家なんだよな、結局。しかも、まどろみとかいうわけのわかんない技もなくなったおかげで、ちょっと安定感も増しただろうし、これで、おい、おたけびありじゃね？おたけび確かさ、相手を、なんか、たまに状態異常で動けなくできる可能性があるから、誰か一人でも持っていければそれが強い気がする。ダメージは正直そんなに期待できないから、ビッグバン、はい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 。まあいいでしょう。そして、行ってこい！魔獣のおたけび。ちょっと HP まずいから、封じたい。どうだ？頼む！無理だよね。そらそうだよね。歴戦の技。これもガードしたいけどどうだ？全体だよな。よし！ミスミスミス。まあ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 。一旦このミスがだいぶね、後々に響いてくるわけ。で、ダメージだいぶ出てる。あとはメラよ。メラがちゃんと当たってくれれば相当強い。ホイミ。ホイミもな。250か。結構こっちとしては厄介なんだよな。まさかライアーにここまで苦戦することになるとは。くぅ！死んじゃう！やばいって！死んじゃうよ！イケメラ、とりあえず300くらい出てくれたら嬉しい。よし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 。ここつばぜり。さすがに。さすがにここつばぜり。
じゃないと死んじゃう。ね、なんでこんなギリギリなの？なんでビッグバンとか使うの？ナイス、競り勝ち。で、残り HP がだいぶあるから、ここでまず600削って1100でしょ？いやー、結局さっきとそんな変わんないな。しかもミニゴーストだからあんまり食らわない。まあまあまあ、でもそんな悪くはないか。230くらい？で、キングダムソード。まあまあまあ、ここは。オッケー、ナイス！ナイスよ、ゲ、マジでここ避けてくれるのめちゃめちゃでかい。で、どれ？そうね。ガードしてほしい。耐えるけど、だいぶまずくて。どれ？突撃。いやー、ちょっと良くないよ。良くないね、それ。勝てる見込みが全然ない。ま、ギガスラするしかねえか。残り HP がだからこれで800とかになるのか？あれ？勝てなくね？あれ？勝てなくね？これ。え？無理なんだか。無理なんだか。うぃーす、待って。あるか？あるんじゃない？ウィース！嘘でしょ？嘘でしょ？まさか？嘘でしょ？嘘だ、お前だ！おいおいおい！全然諦めてた、ごめん！お前らを信じるべきだった！対戦ありがとうございました。ごめん。また拳を振り上げてしまいました。想定していないタイミングで勝ちすぎ、お前ら。マジで。おい、やっぱ。スライムナイトとゴーストしか勝たんな。さっきも言ったよな。こういう逆境で勝ってこそなんだよなって。いや、こいつらの逆境シナジー強すぎる。やっぱ、ギリギリになればなるほど強くなる。それがお前たちだったんだな。ありがとう。まさか会心に連続出してくれるなんて誰が思ったでしょうか。しかも全員が先手を取る、えげつなすぎる。これはバトルマスターにふさわしいナイスバトルだったんじゃないの。ということで、気持ちよくなりながら今回は終わりたいと思います。ありがとうございました。